で頭はちょうどこの真ん中のあたりで、掘りました。でこの一番長い歯がですね、これ犬歯です。これが頭の一部。とにかくこの歯が残ってることがすごい。同一個体というのですね。要は同じ、これはもう同じ一匹の個体から の骨だと間違いなく密集してましたので、それとしてはもう今回は初めて。アシカとかアザラシとか、まあ、非生打ちの仲間の研究がこれによって飛躍的に進むと。今までその1800万年ぐらい前の、アシカとかアザラシの仲間というのはナナシだったわけです。それにこの新しい化石が見つかったことによって名前が付く可能性があります、ね。